株式会社、松村組は、大阪府大阪市北区にある建設会社、大阪証券取引所や札幌証券取引所に上場していた。1894年に、京都府福知山市で、松村雄吉が創業し、当初は京都府を中心とした近畿各地で、公共事業や陸軍などの施設を建設。1910年代には、 姫路城の修復も行った。1919年事業拡大のため、大阪市に事務所を移転し、株式会社組織として設立。1925年から一時期東京府にメインの事務所を移転したが、1931年に大阪に復帰。戦後は、近畿圏だけでなく、日本各地、また、中華人民共和国や、東南アジアの施設建設を行い、 中堅ゼネコンとして成長してきたが、1980年代晩期のバブル期の投資失敗から経営が行き詰まり、2005年5月5日、大阪地方裁判所に民事再生手続きを申請し、株式会社サクセスプロが経営再建のスポンサー会社に決定した。2006年、大阪地方裁判所が民事再生の終結を決定。株式会社サクセスプロからの増資により、 新生松村組がスタートした。2011年7月6日、サクセスプロより、メボにより全ての株式上等を受け、新体制の元再スタートを切った。2017年11月1日、パナソニック株式会社の連結子会社となることを発表。パナソニックの先進技術、企画設計力と当社の思考能力、思考ノウハウを融合し、 付加価値の高いソリューションを創出し、事業拡大を図っていくとした。さらに、2020年には、パナソニックとトヨタ自動車が、住宅、建設事業を経営統合して発足する、プライムライフテクノロジーズ株式会社の参加に入ることになった。ありがとうございます。